さよなら。大丈夫？変な人みたい？元からか。元から変な人です。すいません。終わろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう大丈夫です。すごい綺麗。結構色分けされている感じありますよ。うわ、ということで行きます。上に行きます。なんだろう。絶対変わってますよ。なんでしょうね、これ気になったんですよ。なんかこう可愛い、ふわふわして変わってる。これ変わってますね。なんだろう、やへんな。額だけど八重みたいなことなのかな。変わってる。あ、なんかすごい、向こうにもいろいろある。え、これが紅っていうんですか、これ。へえー、目立ちますね、赤が。うちももう終わっちゃった。え、これですよね。そうです。なんか大体名前とあれで想像がつくというか。最初白いんですよ。え、日に当たってだん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 端から赤くなってくるんです。でこうやって終わっていく。あ、本当だ。もう早いんですかね。終わってきてる感じはありますよね。そうですね。あ、綺麗そう。面白い。日陰で全然大丈夫。いや、欲しくなる。これ結構ちっちゃいね。そこら中で売ってますよ。あ、本当ですか。あ、じゃ結構人気品種。定番みたいです。山岸の中では定番。こんなでかくなんだ。こんなでかくなったら困るな。逆に。逆に。これ品種で分けてるんでしょうね。紫があって水色があってって。そうですね。ある程度は固まって。与える肥料でってわけじゃなさそうですよね。え、面白い。何これ。やっぱり結局品種によるところってでかいですよね。そうでしょうね。へえ。霧島の恵みにうどん粉になりました。霧島はうどん粉、あれ意外と平気ですね。あ、本当ですか。なりました。なりました。結構白くなって。え、葉っぱが。品種によってね、うどん粉になりやすいのと、あと場所もあるのかな。すっきり。さて、こっちにあって、上まで行って、ぐるーっと。すごい、なんか YouTube で見る景色みたい。YouTube で見る景色。YouTube で見る景色を自分が上げちゃう。あ、これ絶対上まで行って下を見下ろした時すごい綺麗だと思いますよ。うわ、ということで行きます。上に行きます。確かに一人で喋ってたら危ないっす。危ないっす。よかった、セブンさん出演ということで。出演しますか。出演してください。見切れてください。あ、僕より前に行けば映りますんで。あ、すごい綺麗。やっぱりある程度こう広いところに品種というか色をまとめた方が綺麗かもしれない。あー、いいなー。でもこれだけの量だからじゃないですかね。ね、そうですね。中途半端だと逆に。はいはい、わかるわかる。広い場所にはある程度まとめた方がいいし、うん、狭い場所だとそれができませんもんね、そもそもね。中途半端になっちゃう。本当本当は分かる気がします。
あ、手前にはこれ植えてあるんですね。この山アジサイの何でしたっけ。くれない。へえ。はい。ダンスパーティーの新しいやつで、何でしたっけ。ハッピー。ハッピーだ。え、すごい赤かったですね。ちょっと気になっちゃって。さっき入り口にあった。そうそうそう、入り口にあって、お、ずいぶんなんか綺麗だなと思って。あ、これ濃いめの紫というか赤というか。ね、この色分けは本当品種によるもの。あ、面白い。基本的にご夫婦で管理されてるんですよね。え、本当ですか。ご夫婦で。うん、なんか書いてある。じゃあやっちゃ夫婦、やっちゃ夫婦自分やっちゃん一人でもまあまあいけるんじゃないですか。そしたらこの半分いけるか。この半分もはやもうあれですね、完全なるお仕事として。あ、アナベルと入り混じってていい。てかもともとあの裏庭借りてるって言ったところ、はいはい、ハウスがありましたよね。ハウスありました。そう、花農家できるんだよ。お、花苗作る農家。やりたくないとか言ったら失礼だけど多分大変で他に手が回らなくなっちゃうんじゃないですか。こっち系というかお伝え系の方がいいかもしれない。あと自由度が効くんで、花育てちゃったら多分何もできないくなっちゃうというかね、一人じゃ多分ね、管理しきれないというか、自由時間がなくなってしまいそう。オリジナル品種を作ってみて。はぁ、人にお任せしようかな。あの、命名専門で。これ確かに登れねえよ。もう登れないですね。滑った跡ありますよ、バッツリ。滑った跡が。木ですね。あ、すーごい。何年ものなんでしょうね。株元がすごい。え、株元見てみましょうか。ちょっと怖いな。え、見えないけど、でも、いや、かなり年代ものの木ですよ。とにかくとにかく。普通に30年、40年いけるのかな。すごいな。30年ぐらいはいけそうな気がしますね。ガクアジサイの方が大きくなりますよね、どっちかというと。ガクね、大きいんですよね。花持ちはどっちが持つんですかね、ガクと手まりと。どっちかな。結局は品種なのかな。品種によるところが大きいですかね。あ、でもすごい上まで道が。あ、結構上まであるんだ。うわ、絶対滑りますよ。これ帰りすごい心配なんですよ。え、なんですか。ガソリンスタンドが一軒もなくて。あ、スタンドがない。スターバックスありました。スターバックス、スターバックス、スターバックスってあります、近くに。わかんない、向こうまで行く。タイムズあります。最近話題になってるんですよ、カトちゃんメンバーの中で。タイムズって駐車場じゃない。駐車場見たことないんですよ、こっちで。わあ、これですね。タイムズないのって言われるんですよ。いや、ないし、普通にないしみたいな。でも客入らないでしょ。でも人口いないし、そもそも土地が余ってるみたいな感じじゃないですか、あの南房総とかって。だって道路がタイムズみたいな。何の話って言われちゃいますよ。道路がタイムズ、路上がタイムズ。さじゃないです。切り替え方が無理やりすぎるという。海も綺麗ですね。白綺麗ですね。ちょっと青っぽい白、うん、やっぱあれですね、白はね、ちょっと日陰っぽいところ。花持ちますね。焼けちゃうんですよ、すぐ。この壮大な
壮大な杉林。うわ、撮影してる人の後ろから撮影。太極拳って言われますよ、よくゆっくり動いてるんで。必殺葉脈残しですかね。上手に食べますね。普通こんなもんじゃないですかね。仕事が荒いですね、まだまだこれ芸術肌ですね、この虫さんは。丁寧に食べる、徹底的に。これ全部切り開いたんですかね。すごい綺麗。あ、ここいいですね。いや、厳しいんじゃないですかね。雨の日、雨上がりは登れません。なんならちょっと雨上がりではあるかなとは。でもここは滑んないです。ここ大丈夫ですね、階段で。うわ、急斜面。YouTube デビューしてますよ、今。編集するんですよ。いや、振り返るか振り返らないかはセブンさん次第ですけど、ノー編集で垂れ流しですか。いや、ここ危ないな。撮影してたら落っこちます。いや、ミスターセブンがさんがやってくれるかもしれない可能性を。優雅に撮影してて助けなかった、それはそれであれですね。何かの元ですよ、火種の。頂上まだですか。ここが一番高そうです。やった、なんもない。やった、お弁当食べましょう。やっぱ日陰だからお花が小さいのかな。いいな、でもこの感じ。もうちょい大きいですけど。あ、いいな、可愛らしい。今降りてきたけど。自己責任って書いてありますね。だって上に書いてないんだ。向こうに書いてなかったですからね。そうそうそう。降りてきてから発見するという。罠にかかりました。あの展望台綺麗だね。展望台、あそこだ。あ、本当だ本当だ。行きましょう。英語喋れますか？ハロー外人さん。最近 4K 撮影にハマりだして。ガクアジサイいかがでしょうか。あ、アナベルもある、楽しみ。じゃあこれ、これくれないがこうなんですよ。日が当たんないと。これ多分くれないですよ。これがさっきのあの赤になるくれないなんですか。ここは日が当たんないから赤くなる。あ、そうなんだ。白い。ほら、これちょっと赤くなってる。これ白が赤くなるんですか。ここがちょっと赤くなる。あ、本当だ本当だ。多分日が当たってる。あんなに変わるんだ。こっち来るほど赤くなってる。あ、日が、本当だ本当だ。日が当たるにつれて赤い。面白い。あー、こんにちは。誰さんって言ってもいいですか。ダメです。ダメです。こんにちは。すいませんね。うわー。誰さんって言ってもいいですか。いいです。あ、ミスターセブンさん。
はい、存じ上げてます、はい、言わなくても聞いてた、うん、そう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 、よく見てないんで、今来たばっかりですか、そうです、わー、すごいっすよ、この斜面すごい滑りますよ、上上回ってきたんですけど、そうそう、でぐるーっと回って降りてきたら、うん、そこの入り口に雨跡は自己責任で登ってくれみたいな書いて、いやいやいや、上から降りてきちゃったよ、え、すごい綺麗なんだけど、このアナベルと濃い赤の組み合わせいいな、これ登っていいんだよ、ここは登れますね、これ絶対いいですって、この組み合わせ、ここここここ、これなんて品種なんだろう、本当に赤くて綺麗、どうします、どうしようもないんだけど、あー、いいかもしれない、うちでもやりたいな、アナベルとその赤をちょっと混ぜ込むっていう、おしゃれワンポイントみたいで、うわ、向こう側もすごい、この色、うちのやつに似てるな、なんだろう、もういろんな品種がありすぎて分かんないですよね、いやー、いいなー、アナベルとこう普通のアジサイっていうか西洋アジサイ混ぜるとすごいいいかも、あー、向こうまである、角度によって綺麗さ変わるんですよ、これ。うわぁ。赤は目立つな、赤が好きなのかな、赤と白が好きなのかな、これなんで、こっちの斜面が綺麗で、ここまだこれからな感じ、あ、さっき言った展望台だ、展望台の方、拡大してみましょうか、拡大怒られちゃうね、誰や、 4K だから拡大しても耐えるかもしれないですよ、あー、ここまでだ、お子さん連れの方だ、許される範囲ですね、警察で、え、それはまずいですね、壮大、すごい、震えちゃうんで、カメラが震えちゃうんで。
雨降ってきましたね。人前でなんか撮れない。でもいつも小学生たちに見られてるんですよ。ミスターセブンさんを、あ、言っちゃった。あるな。色。同じ。紫陽花じゃないですよ。これも紫陽花かな。え、これ何ですか。これは紫陽花じゃないと思うんですけどね。気になってはいたんだけど。これ何ですか、これ品種。何だろう。小柄なお花なのは植木鉢が小さいからなのか、何でしょうね。取れまっか。これ欲しいですよ。こう特徴がある赤さ。なんだろう、ディープパープルみたいな色してるけど、え、もっと濃い。難しいな、わかんない。あ、名前がある。あ、パリジェンヌ。パリジェンヌ。あ、パリジェンヌ、紫にするとこんななの。へぇー、聞いたことある。聞いたことあるってさっき俺が言ったよ。うちにあるよ、赤いの。人の話聞いてない。そう、あのパリジェンヌを青い肥料を与えていくとこういう色になる。そういえばどっかに書いてある。俺これ大栄花園さんの色の出方に似てる。あの、すごいマニアックね。こんな感じで。これピンクのアナベル2かな。リネマーはね、でもこんな感じ。え、これは何、これ何。え、アナベル、アナベルにしてもちょっと違うような気がするな。わかんない。なんだろう。これがルビーのアナベルだと思います。だんだん変わってきたんでしょうね。ルビーのアナベル。ポンペイ島だ。ポンペイ島。その土地でね。ポンペイ島ですね。お隣はわからないけど、その隣は、これは何かな。これはわからないな。わからないな。これはダンスパーティーかな。じゃあダンスパーティーだ。結構品種知ってるかもしれない、こう考えると。詳しい人みたい。ああ、じゃあ私が近いから持ってくるよ。これ何でしたっけ、レモンキス。今から、うん、レモンキス。ナイフはいる？一応じゃあ。うん。じゃあ隠れない、知らないね。恥ずかしいから言わないで。モナリザです。うちにもあります。これも？モナリザ綺麗です。それわかんないんですけど、なんでしょうね。いや、これ系のお花もあって。たりするんで、多分知る人ぞ知るんでしょうね。なんでしょう、お花大きいな。大きいですよ。わかんない。わかんない。品種がありすぎてわかんない。ちょ、3年したら多分全品種わかると思います。そういうぐらいのこれじゃ。これシロスバッカバルトですね、絶対。わかりますもん、持ってるから。雰囲気で。なんか本当にお花の詳しい人みたいになっちゃった。どうしよう。これ詳しい。これなんだろう、これ。で、これハワイアンジュピターだったらすごくないですか。でもこれ系のお花もあるんですよ、またそれはそれで。わかんない。ハワイアンジュピターとしただとしたら、ハワイアンブルーを作っている葉山さん、生産者さんの名前までどんどん覚えちゃうかもしれない。これ変わってます。これお名前教えてください。忘れちゃったんで。リン。
リン、あ、カモセレクション、あ、すごいな。へー、これもモナリザかな。え、これパリジェンヌですか、これ。これはホットレッド。これがホットレッド。終わります。またね。バイバイ。さよなら。大丈夫、変な人みたい。元からか、元から変な人です。すいません、終わろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう大丈夫です。What name? What name is? ほんちゃん。お前絶対可愛いね。こんな犬みたいな、こんなに犬なことがありますか、世の中で。ほんちゃん可愛いじゃん。絶対ほんちゃん洗濯の自由。あははん。ほんちゃん洗濯の自由、あははん。ほんちゃん洗濯の自由、あははん。あ、ノーパンでおなじみの昨日の服だ。ほんちゃん洗濯の自由で、ご飯に誘ってるだけじゃん。完全にご飯に誘ってるだけじゃん。やだすぎる。なんだこれは。なんか変わってるの？なんか変わってますかね、これね。はい、いってらっしゃい。バイバイ。職業選択の自由、あは。職業選択の自由、あは。自由、自由。愛しているなら逆らわないで、心変わりを喜んで。抱きしめて、黙って見つめて、抱きしめて、自由。君が見つけるサリダです。